こんにちは。宣伝部長の小市です。今日は文春法お盆版ってことでお話をしていきたいというふうに思います。というわけで、いわゆる木花事件ですね。ちょっと最近やってなかったんですけど、今回はですね、文春さんがお盆はお休みということで、まあ、要するに合併号っていうのが出て、で、次出るのが来週の木曜日ということで、まだちょっと時間がありますね。で、そして電子版は、えっ、ー、と、水曜日に早く出るので、また、そ,その水曜日でなんか、 ちょっとね、前回がねちょっと何て言う下の方の話なんで、まあ、それを出したっていうこと自身がすごいとかそれと文献収集中がですねこう連携してる話とかから考えるともうこうシャワー上げてやってきてるぞとか、まあ、そういういろんな話がある中で、まあ、次の文春法で、まあ、こう方向性っていうんですかね、まあ、キャラ事件さまざまな 切り方があるじゃないですか過去の事件の話から圧力問題までねまあ含めてあるんですけどまあ私個人としてはもう今までいろんなのを扱ってきた中のなんかもう全部詰まってなみたいな <laughs> 要するに特に圧力問題ですよねが本当にできたとするならばもうなんか解けるような話が山のようにあるねとでなんでそういうことができちゃうのかっていうのを掘ってくとまあ大変みたいなね いう話があありままして、まあ、ようやくまあいずれねそういった問題世に出さなきゃいけない話だったんでしょうけどそれが木原事件を経て出るのか今回はなんかこう差し込まれてね全く出ることなくいくのかわかりませんけどただこれが収まるわけないですよねどう考えてもね。はいというわけなので、まあ、いずれにしても文春はやる気満々ということで,でその前に、えっと、お盆休み版みたいなやつが出まして、まあ、今回それをもとにいろいろお話をしていきたいんですけど。 はいえー、とこちらですね「文春さんの方で無料公開中特集何者木原誠二という男」ということで大特集ですね。はい、いやーねなんか木原さんもスターのようになってきましたね。<laughs> <あの笑>何者って感じで強くあのかっこよく作ってもらえてますよね。はい、というわけで我々がまあなんかいろんなね愛人問題等々もあったんですけど一番この衝撃を受けたのがこちら。 ですよね、えー、岸田最側近、木原誠二副長官、俺がいないと妻がすぐ逮捕されるというやつですね。あーみたいな、何これみたいな風になったと。はいで、まあ、振り返るとですね、こちらですね、いわゆる岸田最側近がですね、新ママ愛人に与えた特権生活ということですね、ディズニーデート札ということで、まあ、これより前にもともと新庁さんの方が、 政権じゃないや <laughs> 岸田政権が出て割とすぐに、まあね、その側近にある木原さんが、まあ、愛人と、まあ、あれは七五三だったかなかなんかで、まあ、取られていたっていうのがあるんですけどそれはさほど燃えずでそこからかなり時間を経って、えーとまあ、このディ,ズディズニーデート殺ということになりましたっていう感じなんですよねね、はい、だから、ねまあ、この辺含めてですけどね。<laughs> まあこれ以外にも、えっと、奥さんの方が、まあ、ベリーという雑誌に出たりとかですねなんかねわ脇はめちゃくちゃ甘くてですねで後々明らかになるいろんな疑惑がですよ普通はそんだけ持たれてたらなんかもうちょっとおとなしくしてるやなとかいろいろあるわけなんですけどそこについてはねまあ堂々堂々としてるのかなまあ脇が甘いのかよくわかんないんですけどまあその結果 まあ写真撮られるることになるわけですよねはいいやーっていう感じで、まあ、だからこの時はただの、えー、ディズニーデートだということであんまり話題になってませんでしたよねで私が思うにですねこれをまた翌週もやるんだったかな翌週かあこれですね認知を拒否されたとかですねそうとかえー、っとこれが3週目だったかなで、えー、っと隠し子を認めた 木原政治官房副長官にメディアに報じるな文章とかっていうやつですよね。これは、えー、っと、木原さんの愛人と呼ばれてる女性の方から弁護士さんを通してメディアに報じんないよみたいなのが出てきたりとか、まあ、かなり右往左往することが、まあ、たくさんあったわけなんですけどね。はい。まあ、いずれにしても、これが確か3週だったかなぐらいにわたって、ボンボンって出てきて、で、この時に世の中を賑わせていたのは何かというとですね、 例の広末不倫問題ですよ。今やその話すら忘れられるぐらい世の中にいろんな事件が起こりすぎていてですねいやすごいなとあれはあれでまあ結局ですねもうよくわかんないですよね結局なんかキャンドル・ジュンさんがまあまあとりあえずまあ身を引く形で、まあ、広末涼子さんは楽しくやるみたいなで鳥羽さんはなんかいなんかこうよくわかんない。 みたいな感じになってるというところみたいですけどね、はい。ということであれは結局何だったんでしょうって話は出てくるとは思うんですけど、まあ、いずれにしてもその時にでもあっちってなんかこうねやり取りのなんだろう交換日記みたいなものでばらされるぐらいそしてまあ各局バンバンやってたわけじゃないですかで。だけど一応まあ後人ではないっていうかただの有名人じゃないですか。で かつてはすごいトップアイドルだったかもしんないけど今はでもそこまでではないまあ一般的な芸能人でいいと思うんですよね。それがまあ何ていうの大々的にやる一方で木原さんの件っていうのが、まあ、あんまりやられなかったんですよね。で当時私は YouTube 上で、その まあそもそも不倫問題とか愛人問題とかねまあまあそういうのも関係ないからみたいな、まあ、好きにしたらいいじゃんみたいなねいうふうな意見ではありつつ世の中でこんな問題になってるからいやだったらそれやるんだったらちゃんと抱き合わせて <laughs>。 もう木原さんとかは公人中の公人なわけだからまあこれはちゃんと取り上げましょうねみたいなねまあまあそういうお話をずっとしてきたんですけどまあそれがなかなか報道される当時はねなんか私はなんかね木原さんが地味だからやんないのかなとか思ってたんですけどなんかねやっぱりいろいろ忖度が結局働いてるんじゃないかっていうのは今になってみると思いますよね。つまり官邸の中心にいるるとそかかららら情報がもらえなくなく あのあれですね、簡単に圧力与えられるっていうところですよ、ね、いやすごいなと思ってでも安倍政権の時はやったよなと思ってこれ何が違うのっていうことを考えるとどこと手を握ってんでしょうねとかっていうのはちょっと見えてくるって感じでだから昨今本当に岸田政権がやってるむちゃくちゃな法案とか含めて方針っていうのはまあだからね誰かに言われたものをそのまま通してる可能性があってですね とかね、まあ、いろんなことを思ってしまいますけど、まあ、だからもう本当に木原事件を掘っていくと。 なななんんんかか結構全部出ててくんじゃないかなと思ってるんですけどね、はい、でもねそれが故になんかもうあちこちに圧力今かかっててもうお盆私は絶対やるあると思ったんでそのお盆期間中にもう圧力かけまくってもうやるなやるなやるなっつってでお盆が明けた頃にはですねこ全部なかったことにしてなんかよく分からないけど組閣とかあるいは場合によっては別の事件かなんかでこう消,す消そうとしてんじゃないかなって。 思ってるんですけどね。はい。どうなりますかまあ、ここについては、まあ、文春さんだけではなく、この問題を扱ってくれるメディアを私は応援はしていきたいんですけど、はい。いやー、なんか、これで消せたらもう、なんかあれですよね。もう、日本の最大の闇ですよ。私はもう、あの、あれだよ。逃げますよ。<laughs> もう怖いよ、そんな国。とか思っちゃってね。はい。というところで、まあ、それで冒頭の話に戻りますと、 はい、ドーンってことで、俺がいないとすぐ妻が連行されるということですよね。まあ、木原さんね、なんかパワーワード多いですよね、いろいろ、ね、あの、パン食べ、好きなパン食べなとかね、もう、まあいいや。もうなんかね、まあいいや。で、あの、ただなんかこう、今いろんなね、疑惑かけられてますけど、それが全部なくなったらね、なくなったら、 なんかこうこのまま人気出る可能性もあるわけですからちゃんとやっぱ出てきてね記者会見すべきだと思いますけどねまあその今準備してるかもしんないんですけどはいという感じでで俺がいないと妻がすぐ連行されるとかねはいまあっていうところですかねまあでこれによって今までえ愛人え愛人問題 じゃなかったのみたいな感じででこれ大変だっつって確か百田さんが最初だったかなんかもう大騒ぎして大変だってなってまあそれでなんかこれってどういうことみたいなことにまあなっていくってことですよね。で で、私も確かこの時大変だっつっててで私はまあどっちかっていうとガーシーさんがね昔その、えー、木原さんを叩いていたこともあってですねこれなでもなんか明らかにおかしいこと起きてるからこれ繋がってんのかなハテナマークみたいなところがいっぱいあったわけですけどこっからまあ私の頭の中ではいろいろ繋がっちゃってああなるほどみたいなことが起きていくわけですけどまあでも。 ここからね、でここもこの時はね本当にメディアも報じないそれから扱ってる人もすごい少なかった気がするんですけどねでもちょぼ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 増えてって今やなんかめちゃくちゃたくさんいらっしゃってねそうよろしくみたいな <laughs> 感じですかねはいでまあとにかくですねこのキカラ事件が起きてですねはいでえっと とそうですね。で、そ捜査幹部は、夫が自民党の国会議員でなければ等うですかね。はい。ということですかね。あ、これちなみになんか、無料って書いてあったんですけど、飛ぶとは、なんか会員入れ。で、その会員入るのが無料だってことで、で、なおかつ、今なんかね、2ヶ月、うん安いキャンペーンだったかながあったんで、まあ、まあ、どっちにしても下貼っとくんで、よかったら見てくださいって感じですね。はい。で、えっ、ー、と、まあ、そういうのがあり、 でそしてですね、えっとまあ、こう翌週も続いていくわけですね。で、えっと開始160分、刑事外族にこれは摩だっていうところですよね。はいで、ここに至るまでは、まあ一応文春さんが言ってるよねみたいな話なんですよね。にしてはリアルに、めちゃくちゃリアルに書いてるし、そして捜査員が結構喋ってると、いろんな人物が出てくるんですよねだからね。 結構詳細に書かれてあってですねはいという形でいやここまで文春やるんやみたいな感じになってきたんですけど、まあ、一方で、えっと、この、まあ、最初のこっちが出た時に人権侵害だーっていうこと事実無根だーっておっしゃったわけですよねはいだけどいやいやみたいな事件あったでしょみたいないうことなんですけどねはいで今はその事実無根を圧力が事実無根って言い換えてますからねうん。 だから本当に岸田政権のなんかあれですよね一緒だよねっていうあの <laughs> 所得倍増って言ってたのに資産倍増とか、まあ、それもどっか行っちゃってねでも増税の話はバコバコ出てくるっていうね素晴らしい政権でございますということではい、まあ、とにかくす,すり替える癖っていうのはまああの政権にもあるしまあねまあねっていう感じですかねはいでえー、っとこれが2つ目だったかな はい、で2つ目が出てでまあこう何て言うんでしょうね刑事告訴宣言みたいな感じでしたかねはい確かここ,こでえっと全編集者が終わるのかなで一応文春の中も文春の中でなんか権力闘争があったらしくて結局文春法の名付けをやってるんですかねみたいな方が今文春の結構偉いとこ 文芸中旬と「週刊文春」のこうトップみたいな位置に立ってでねだからそ,そ,そこまではなんかあれやるなこれやるなって話は結構あったらしいんですけどねまあなんかその内部闘争によって何が起こったのか分かんないんですけどまあその人の経歴から考えるぞとまあこれから行くぞみたいな <laughs> まあ感じにも見えるっていうところですかねはい。 まあでも本当にねこの時代の変わり目の中でやっぱりこういったことをやっていただける会社ってのは応援されるし残っていくんだろうなと思うんですけどでもこれこんなにやってんのにねやらない本当にマスメディアですよね。もう必要ないからだってどこの会社でも関係ないじゃんだってやらないからね。だから拡散装置でしかないから別にあなたの社でもなくてもいいよねって感じの中で存在感を失ってで えっとこういう分身含めいろんなところの媒体がどんどんでかくなっていくっていうんですかねあるいは数が増えていくことによっていや拡散装置はもういらんやみたいな感じになるとさようならですよねはいでえっとそしてですねそしてあこれで結構飛ぶのか結構これ飛ぶなえー、っと「木原事件に新展開遺体の位置が」 というところで、えー、遺族が上書を提出っていいうととこころでですすかかかねねはい、あこれは記者会見の下りとかですか、ね、遺族が立ち上がったみたいなねいうところがありまして記者会見がねまさかの遺族が記者会見っていうのをやりましてそうだからまあでもねいろいろなんかね掘ってくと大変そうなんですけどいずれにしてもまあ遺族の皆さんは普通にまあ当たり前なんです悲しんでいてあの まあ真相をとととにかく、ねまあ、知りたいというところですよねやっぱりね大事な方が特になんかものすごく不審な亡くなり方をしているそしてその何て言うんだろうなその孫はもう息子はいなくなりそして孫までもうずっとそっからずっと会ってないわけですからいろんな意味でまあきついですよねはい。まあ、いずれにしてもそういったことがあり記者会見を行ってまああのなんだろうな まあ木原さんに対しては、いや、事実無根じゃありませんよ、私たちいますよ、みたいなことをおっしゃってると。まあ、だから、圧力だけはあの、事実無根って言い換えたんだと思うんですけど、卑怯ですよね。はい、ということで、まあ、そういった形で、まあ、木原さんなのか、政権なのか、あるいは警察の対応なのか、よく分かんないんですけど、そのあたりの人たちの対応を見て、いろんな人が声を上げるという状況になっていきますと。 はい、まあということで、まあ、遺族も記者会見したということで、まあ、そこからなんか報じるメディアが少しずつ増えていくんですよねメインメディアは未だにやってませんけど。という形で、まあ、やっぱあとはあのやっぱりねやっぱ遺族の方が出てこられてその話を聞くとねやっぱり胸に来ることがありましてただあ,のあくまで遺族なので捜査の状況とか知ってるわけじゃないじゃないですか。でそんな中で あの警察に対してやっぱりね上申書を出しに行ったらまあ結局いやもうこんなの自丸でしたとか急に言われたりとかねいう話があったり警察庁長官がまあまあまああれは事件性ありませんよみたいなことまで言っちゃってるわけですよ。まあむちゃくちゃな話だと思うんですけど本来はまあそういうのはまあね再捜査までしてるわけですからちゃんと報告に行くべきなわけなんですけどずっと放置しといてそれを言ったと。 いうことででその様子を見てブチ切れた人間がいましてそれが元捜査一家伝説の取調べ部の佐藤誠さん登場みたいな感じですねはいでえー、っということでこれですねえー、っと「伝説の取調べ官実名告発」っていうことですよね18時間だからこれがほんとすごくてねただ18時間しゃべったんじゃなくて多分えー、っとですねしゃ,しゃべっ 何日かに分けてで、すよねで当然ななんんかかいろこと聞かれて喋りますでその、それが本当なのかどうなのかみたいなことについて、今までね、取材してきた、まあ、ね、捜査をやっていた方々にも聞いたり、まあ、それは逆もあったり、捜査官に聞いたことを、えっと、佐藤さんに当てたりみたいなことを繰り返す中で、裏を取ったものだけを出してるんですよね。すさまじい手間ですよね。はい。で、えっと、いうことをやり、まあ、実名でね、 いうことでだからまあこれは結局後々あのこの佐藤誠さんの記者会見によって明らかになるんですけど警察庁長官が「自丸」じゃないとかっていうのはあまりにも被害者がかわいそうだとあ遺族はかわいそうだということであとはその「文春さん」にね書かれていた内容を見てると現役のいわゆる捜査官がおそらくこれ喋ってるとでやっぱそういうの通常ないんですってだから新聞社でもなかなかないらしくてやっぱりこういろいろ。 いいろろねやっぱり本,本来はそもそも捜査情報なんて喋んないからいろいろ通い詰めて朝がけ朝打ち夜がけでしたっけ、まあ、とにかく行ってこれでなんかよくあれですかねドラマとかでねまあ俺の一人言とだけどよみたいな感じでまあ聞くのかあるいは別の話をしながら読み取るのか、まあ、その辺はね私はよく分かってないんですけど通常はですねその捜査メモを見せるっていうのは当然ないし その細か、ね、いろんなことに捜査情報しゃべんないんですけどさすがに圧力で消されたんじゃないかっていうところに対してみんな憤っててまあ結構喋ってるというところですよね。で当然その方々っていうのは、まあ、まだ中にいらっしゃる方もいるでしょうしっていうところで、まあ、佐藤誠さんがそれを見てあこれはこいつらがこんなに悔しいのかっていうのを見てじゃあ俺はもう定年退職してるし。 まあいっかっていう感じで出てこられたというところで全部喋ったという感じですよね。でそれを聞く限りそれがどうして自丸なんでしたんですかと警察庁長官かもうしゃべ言ってみろとあるいはその後に、えー、っとこの佐藤誠さん記者会見もやったんですけどその後に、えー、っと警察捜査一課長か。 の方がまあえっ、ー、といや自慢で a スみたいなことで、ね、自丸で矛盾がないってことをまあ言ったというか言わされたというかまあそういうことみたいですけどねはいまあいず,いずれにしてもですねそ,のそれがやっぱりあまりにも闇深すぎて普通にだってあの見たりあのまあ 佐藤、ね、誠さんが嘘つ言ってるあるいは遺族の方が嘘を言ってるとかだって話は変わってきますけどどう考えても自丸じゃないでしょでなんでそれを警察が「なんか自丸です」とか言っちゃってんのみたいなねもう闇中の闇だっていうふうに思ってまあ騒然とするんですけどメインメディアやってないでしょ大騒ぎじゃんだってこんなのお盆の間ねみんな暇してねお家にいる方もいるわけですから散々やるべきでしょ。 で、組閣はどうするんだと、この人間を入れるのか入れないのかっていうところで、バンバンやるべきでしょやってない。どういうことみたいなね。っていう話でありまして、いやー、なんかね、すごいですよね。はい。っていうことがあったんですよっていう感じでね。もう本当に、えっと、はい、という感じなんでね。まあ、この記者会見も、まあ、すごかったですよね。いずれにしても、 ね、あの当時の、まあ、捜査をやっていた警部補の佐藤誠さんが出てきてもまあまだそんなこと言うんだって感じで。 でなんか一説によるとですね佐藤誠つぶしみたいな形で一部メディアがなんか情報を出そうとしてるっていうことをしようとしてるらしくてまあこれに関してはね私はなんかこの YouTube 始めて6年ぐらい経つんですけどいろんなのを見てきたんで絶対そういうことやるわけですよ絶対ね、はい。ふざけんなよと <laughs> あのいう感じで まあいずれにしてもですねまあそのそういうことをやった会社は私全部覚えてますからねだからまあそれについては全部指摘させていただこうかなって思うんですけどまあそれは覚悟を持って出すべきですよねこんなことを本当にあのもみ消すために何て言うんだろうなまあ何て言うんだろうこう ね、勇気を持って言ってくれた佐藤さんに対して、まあ、人間なんか言おうと思えばいくらでも言えるじゃないですかそういうネガティブ記事を出すっていうことが正常なのかどうかよく考えた方がいいですよねそれよりもいやこれがまだね前者バーって報じててそのカウンターで出てくるんだったらまだいいんですけどあ明らかに圧力でみんなこう言わねえみたいな状況になっていてですねその状況でじゃあ何いじめ側に回るのみたいなねいう話で。 まあ黙ってるのも最悪だけどさ,さらにそこで、まあ、ネガティブ記事書いたら、まあ、これは許さんぞみたいな話だと思いますけどね。はい。という形っていうか、うん、<laughs> それはさすがにゲスすぎるでしょって私は思うけどね。はい。ということがありましてっていうところかな。で、えっ、ー、と、いうところですかね。はい。で、それ以降も文集の報道は続き えっと、例のね、まあ、下の話といいますか違法風俗の常連みたいなね、はい、あの好きなパン選んでいいよってやつですね、はい、<laughs> <あの笑>やっていてまあまあね熟女のお姉さま方をですね、まあ、お呼びしていろいろやってたらしいですという話ですね、はい、というところで、えー、ございますと。はいというわけでね、まあ、文春さんとしてはこんな感じなんですけど。 まあ一方でこの件掘ってる人がめちゃくちゃ多いのでまあいろんなことがめくれてきてますよね。だからまあでもそ,それをなんかやっていいのかみたいなのは <laughs> あるかなと思いつつただやっぱり何も答えないまんまだとそれはなんかそうなっちゃうよねって感じでよりどんどん深掘りされてっちゃうよ木原さんっていうのは思いますけどねはい。 なんか師匠も一応メッセージ出したらしいんですけど、個別の案件じゃねえよ、バカ野郎みたいな話はやっぱりありますかね。はい。いずれにしても早くね、まあ、この件について、木原さん自身が説明してほしいですね。はい。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。